三枚岩先生です。落ちる落ちる、あ、485万8095円ぶっ込みました。あ、資金が少ないのに落ちる落ちるってやつね。1万ドル、合計485万8095円突っ込んだ。さあどうなる、落ちる落ちる、もう 159% だ。あー、きついきつい、 100% からもう危険状態。諸行金全部最大限485万突っ込んだ。さあどうかっていうね、あのライブです、これはね、本番です、本番の練習投資ですね。上がれ上がれ、下がれ下がれ、上がれ下がれ、さあどうだ。485万8095円突っ込んだ。さあどうだ、上がれ上がれということですね。ここ1ヶ月やってチャラチャラのチャラチャラチャラですね。なかなか難しいんでね。さあどうだ、これが怖い、落っこってきたからね、怖い。でこれも上がった、なんとか戻ったか、これ上がれ、これだ、これはこれだ、頑張れ、上まで入り込め。485万8095円突っ込んだ。練習投資の、まあ、500万ぐらいですね。500万ぐらい突っ込んで練習投資です。500万ぐらいだったらね、100億投資しないとね。一応500億突っ込みました、ライブで。さあ勝ち抜くか勝ち抜くかですね。 USDCHF、 ユーロ JPY、 ユーロ USD とね、 USDJPY ね、頑張れ USDJPY、 頑張れ、上に入り込んで利益をしろ、あとちょっとだというところですね。うん、ね、485万8095円ぶっ込んだ。ね、証拠金、あの証拠金使ってるけどね、実際はこの500万ですね、約500万での利益ね、変動で稼ぐ本番投資です、ね、これでも500万だからね、500万動かしてるからね、練習投資でも500万ね。さあ勝てるか、突っ込みすぎだよっていうやつね、これね。4万ドルも突っ込んで、500万突っ込んでるんですからね。突っ込みすぎ、資金全然ないのに突っ込みすぎってやつね。ちゃんとストップリミット1対1でやってる、ストップリミット1対1でやってる、ストップリミット1対1でやってる、ストップリミット1対1でやってる。これ落ちてくれてるからいいわ。これがちょっと跳ねすぎてるね。これ負けたか。これも落ちてきてる。OK。これよし。これよし。これよし。1個だけまずいのね。これだけまずいんです。ね。頑張って勝ってくれ。
頑張れ頑張れということですね。今日ね、あのバイナリーオプションの成績がいいんですよ。9720円稼いでます、バイナリーオプション。これで億万長者になれるかな、濱岩先生ね。左かね、バイナリーオプションいいんですよ。9720円も稼いで、今日スタートでね、新しくね、なんでやったかな、勝率が 65% 以上の30個以上の投資だったかな。それで10、これね、最高。この今、インジケーターが最高じゃないかな、バイナリーオプションの。これで僕は億万長者かな。というのばっかし僕は、金にならないか、億万長者にな、ね、億万長者かという、これが僕の、そうだ、あ、落ち込んで26円になっちゃった、利益がマイナスになっちゃった、やばい。どこでこれで離れたんだな。これ戻ってきちゃったし、これはまた戻ってきちゃったな。やばー。これどうするかな。これ戻らないかな。これ下がっちゃうかもしれないね、うっかりしてね。頑張ってくれ。これもう全然、もうちょっと上がってくれ、また上まで。ね、マイナスになっちゃった。485万8095円ですよ。ね、ぶっ込みすぎだよ、資金がないのに。左が優秀なんですね。左がデモで試験です。まだ30個以上の取引、65% 以上の勝率、ピップス以上の利益、平均利益というので、マイナスになってきちゃった、また。これやばいね、これがね。これなんとかしてくれ、他は同じようなもん。これ戻れ戻れ、上がっちまえ、ブーンと上まで。ね、これもうちょっと上げたいね。これちょっとね、ストップリミット上げ、ちょっと上げたいね。まあしょうがないかな。しょうがないな。よし、マイナス、いやよし、プラス7、今のところプラスに戻ったぞ。頑張れ、追い上げろ、追い上げろ。現在の日付です。もう夕方ですね。というように接しております、濱岩先生。そんな状況です。